はい、格闘オタクニュースゾーンの雑白です。今回は芸能人 A 格闘家デビュー朝倉未来が下げた格闘家の価値についてです。昨日おしゃべりクソ野郎こと浩二が MMA 転向を表明しました。ただもう浩二は33歳でフィジカルも弱く大したバックボーンもないので MMA ではもちろん通用しないでしょう。しかしなぜ通用するはずもないのに MMA に転向したのでしょうか。それはただただキックでは通用しなくなり MMA に転向しキングカズの次男息子カズや子供ホスト勇士のように誰でも勝てる素人に剣を吐いた地下格闘家と戦わせてもらい記者会見と入場だけで盛り上げて知名度を上げ売名し金を儲けたいのでしょう。そしてまた芸能人 A も格闘家デビューを表明しました。それは V6 の岡田くんの奥様宮崎葵ちゃんの元旦那の高岡壮介選手です。クローズゼロやパッチギで活躍したイケメンな俳優です。いきなり俳優が格闘家デビューしたのです。このまま行くと来人大晦日に息子カズや子供ホストおしゃべりクソ野郎と戦う可能性が出てきたのではないでしょうか。その他もライズのピーマンテマンヤーマンやてっぺんジムから独立した梅井選手なども MMA を表明しました。ただおしゃべりクソ野郎コージやピーマンテマンヤーマン梅井選手はキックでそこまでの成績は残していなく活躍するのは難しいでしょう。梅井選手はバックボーンにレスリングがあるのでもしかしての可能性はありますがおしゃべりクソ野郎やヤーマンピーマンテマンは MMA のフィジカルもしていなくキックでさえ大した成績を残していないのでまず MMA のフィジカルを作るのに時間がかかりそこから技術を学ぶので33歳26歳の彼らには MMA でトップになることは難しいでしょう。もちろん本人も分かっていると思います。やはりこれはただただライジンに出たいがために MMA に転向しているのでしょう。そして息子カズや子供ホスト今回子供ホストと対戦したゼンギなどのしょうもない素人と戦って名前だけ挙げたいのでしょう。我らの色白持ち肌ポメラリアンより可愛い平本の蓮くんのように K1 時代に K1 トップファイターに KO 勝ちするような天才的な打撃がありしっかりとフィジカルが作れているのであればトップ戦線に時間をかければ行くことはできますがおしゃべりクソ野郎やピーマンテマンヤーマンのようにフィジカルもできていなくキックでさえ大した成績が残せてない選手は難しいのです。しかし最近ライジンは MMA 初心者の有志にライジンランドマークに出場させただただ入場だけで試合自体は素人に毛が生えた地下格の 3,4 年試合していない素人を持ってくることで役目を果たしたとして重宝されています。このように格闘技の本質は強い者たちのしのぎを削る戦いが本質なのですがただのしょうもない素人同士の記者会見や入場などのしょうもないプロレスが来場の中では存在価値が上回ってきています。この原因を作ったのは我らの土色サメ肌ナポリタンマスチフよりナポリタンな朝倉のみっくんです。朝倉のみっくんが格闘家としてやってはいけない素人をボコり素人喧嘩自慢や一千万企画ブレイキングダウン通称ブタダウンで格闘技もほとんどできない素人をどんどん上げ有名にさせることによって格闘技のハードルが下がってしまったのです。そしてとりあえず格闘技をちょっと習っていれば素人でも出るだけで有名になる可能性があることを示してしまいました。僕的には一番の失敗はシュートフライ級1位の宇田優斗選手です。宇田優斗選手は平達郎選手がいなくなったシュートで1位にランキングされており伸び盛りの若手です。このままスターになる可能性もありました。そしてライジン34で初デビューしかも相手は13連勝中のフライ級トップどころにいる沢本選手でした。もしここ沢本選手に勝つようなことがあればこのままフライ級トップ戦線でスターになる可能性があったのです。しかし宇田選手はなんとあろうことかデビュー前に YouTube デビューします。100万人登録目指しますと YouTube を立ち上げ試合前にもかかわらず浮ついた状態で試合に入り結局試合は 2-1 の僅差で敗れてしまいました。沢本選手はしょうもない試合でしたが14連勝したのです。正直 2-1 の僅差で試合自体もどちらが勝っても良かったものの負けてしまいました。まだまだ若い宇田選手ですのでしょうもない YouTube などせずに格闘技だけの生活をしていれば勝ってた可能性もあります。しかし今回負けてしまい振り出しに戻ってしまいました。その結局 YouTube にしても100万人目指すと言いながら結局登録者数は435人と落ち春をチャンネル以下です。しかも最新の動画でも俺のことを知りたいんだろうと言いながら625再生しかされておらず誰も知りたくないようです。このようにスターになる可能性があった
にもかかわらず朝倉のみっくんの影響でしょうもない YouTube をしてしまいボツってしまいました。今後芸能人やしょうもない素人たちがどんどん格闘家のふりをしてデビューしていくと思いますが、すればするほど格闘家の価値は下がり、格闘技の本質が忘れされ、結局それが回り回って格闘技界のレベルを下げ、外国人選手に全く勝てない状態になり人気が低下してしまうのではないでしょうか。格闘家として強くなることを目的としてない格闘家はもう雷神や格闘家団体に出ずに朝倉のみっくんが主催する豚ダウンに出てほしいものです。しょうもない格闘家の豚箱になってほしいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではコンビニ40日ダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。